なんかファンがついてるよ、横向けに。押せんの、そのファン。おう、ちょっと待って、群衆は邪魔だ。茂みは、人々は茂みの中を移動できますが、ブロックは押せないと。そういうことね。これ以上は、押しても入っていかないと。ああ、横に溢れていくんだ。それを一応考慮しないといけない。その風はどうなの一回ちょっと風を浴びてみます。犬は風の影響を受けない。おーおーおー、1ブロック2ブロックぐらい動く、うん、これはもう避けといたらいいってこと。もう邪魔ってことでいいの。いや、ちょっとどこに、え、なんでそっち置くの、なんでそっち置く、押すの、飛んでいく、はい、群衆をコントロールしよう、はい、でね、上にゴールがあって、ここにこんなん絶対落ちるよね。え、ギリ耐えんのかなこれ。あ、でも2個あるから絶対落ちちゃうでしょ。無理じゃん。ちょっとあの押すやつがある。あ、向こうから押せんの、もしかして。ここから押せる。え？ちょっとわからんな。これをむずいな。押す。一個だけ押せる？ここだけ押せるやつが、これを押しながら、ここを押すんだ、まず。で、これを奥に押し込むしかないね。うん、そういうこと、まずはね。はい。ちょっと少人数でいいよ。はい、いらんやつは消して。で、こいつを押し込む。ないとたどり着けないもんね。そうそうそう、押していく。そう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 、これは押し切れるでしょ。これでギリちょっと助けといて、後ろから登る。この辺にちょっと貯めとこうか。労働者を貯めときます。で、こうでしょ。登る。これ登ってからじゃないと上操作できないんだよな。あ、だから登らせようか、労働者に。上の操作もしてしまおう。だけやってなんか序盤の致命的なミスとかがあったりすると面倒なんですけどね。面倒だった。よし、待って、はい、ここでちょっと貯めて、考えます。あ、落ちちゃう。一人落ちた、労働者が。押す2個一気に押せんの。押してみるか。まずこれを押す。やれることそれしかないよね。
これでこの状態でここ通ろうとしたらどうなるの？ゴールディがいるからな。これがちょっと面倒。もう一個押す方が正解なのか。木の上にはブロック置けないっていうから、これはこうするしかないんだろうね、多分ね。ゴールディが落ちないようにちょっと違うな。こうするしかないね。ちょっとゴールディも一緒に働いてもらおう。じゃあで、こっちから入った方がいいかな。こっちから入るか。労働者行ってどうなの、それどうなの、真ん中に行くの、真ん中に行くの、左左って、左 OK。 ゴールディに触らずに左、あ、触った。よし、はい、ここ貯めといて行ったり来たりね。これでまあ真ん中には落ちないようにだけしといていいか。こいつらゴールさしとく、それでもありだよね。で、あと軍師を率いて、違う、え、おお、で、ゴールさしとこうか、はい、こんだけだったらゴールじゃならないでしょ、はい、こうなる、真ん中を通る。でこのゴールディだけ回収したいから、こうだね。こっから入ったらこっちに行ってこの辺で行くはずだから、少人数だけちょっとゴールディ回収部隊作る。こう行ってこう、あ、帰ってきてもいいけどね。この風で落ちちゃったら悲しいしな。こう来て、こうして、こうしてこう、で、それでいけるかな。ちょっとゴールディ回収班を募ります。よし、はい、こう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 、ここまで、そっちまで行くな。あんな、やっぱここは風に当てない方がいい。え、ちょっと待って、そんなにいらんやん、そんなにいらん。ゴールディ回収して帰ってきたら、こっち、こう来て、ここって通れんの？あ、風の影響ここ受けないな。よし。なら、ちょっとこの辺は、ちょっと、一旦、群衆は消して、帰り道ね。こうして、群衆に合流するようにして、こうね。で、そっち、OK。これで大丈夫かな？押そうとしてる、押そうとしてる。危ない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 。あ、でも落ちないのか、そこ。大丈夫だった。風が3マス分影響があるのね。よし、ゴールディと一緒に群衆を合流させよう、はい、でいいでしょう、多分。あ、ここ、こっから登れたね。こうして引く、登る。これ最短手数とかいろいろあるんでしょうかね。これでいけそうだね、風に。
2人とも OK ね。やっとできた。45。3分の1ぐらいですかね、これでやっと。またあったわ。ファンアウト。なんか、3人いるよ、ゴールディ。どうすんの？ちょっと待って。はい。群衆をコントロール。で、ここはあふれる。めんどくさいからそれ。ちょっと整理しよう。はい。ここで。これをこのし、ここはまあ迂回していって。だとして、こっち行くでしょ。スイッチはこれは、ここ何ができんの？ジャンプがないから、なるほどね。真ん中だけだと足りない、とりあえずだからスイッチをダブルで押して橋を作って乗せて、上のベルトコンベアは、止められないから、あ、てか基本的にベルトコンベアは止められないから、ゴールディ3体回収しようと思うとスイッチを押すことが必要だね。まずは左右のスイッチを押すことを目指す。うん、ここに置けるんだったっけ。ここに置いて左に行く、落ちる、右に行っても落ちる。パン動かせへんよね。落ちるよな。え、どうやっても落ちる。こっちベルトコンベアなんかちょっと動きが違うな。2つあるし、あ、でも押すことはできるか。パン、パン使うの？パン使わないといけないんじゃない？これパンを使っていくんだ。そうだね、こっち行けへんもんな。だからこれを真ん中の列まで押します。まずこんだけでいい。そこまで押す。うん、押した、ずらした、こっちで、今度押します。まずちょっと群衆が多すぎたら管理が大変だから。うん、ちょっと待って。はいはい、あ、1人行っちゃった。押すな、押すな、押すな、押すな。いや、一人だったら大丈夫だ。これでこっちから行けば、風に当たって、この列まで行って、こっちに行ってくれるでしょ。とりあえず、こっちのスイッチをじゃあ、やっちゃおっか。で、こっち。ここで帰ってくるか分かんないかな。こうしとく。で、OK。もう一人どうしよう。ああ、削除したい。OK。で、まあ、とりあえずスイッチ係だから。だけでいいでしょ。ここか、そんなに押されないね。うんだ、橋の橋ができた。よし、ここね。こいつらまあ後でゴールディ回収してもらうだけでいいから、あ、上に行く。
ちょっと待ってよ、上に行ったら、なんか後で見ます。次こっち、パンを使わないといけないね。だからとまっすぐ行って、左端に飛ばせばいけそう。2個いる。ここに置いて、ちょっと試してみようか。出ないんかこれ。うわ、一手間違いでやり直しか。一個押せばいいだけ。はい、こう。たったこれだけのことなんです。あ、で、あ、しまった。いいわ。で、ちょっと実験してみますよ。これで向こう側にたどり着けるのか、人は。はい、はい、もうこれでいったいったいった。あかんよ、想定と違うな。ということは、どうすればいいのこれ。こっちか。ここをこっちから送る。お、2個飛ばされる。ちょっともう一段行ってくれないとさクリアできないんだけど。あら、こうか。ここだ、ここに置くんだ。そういうことね。で、人を真ん中に通してこう、あ、いやでもいけへんの。そのためにこっちに置くんだ。使うんだ。なるほど。押して、ちょっとだけ押してほしい。うまく分かれた。よし、ここね。よし、押して、ここね、こう押して、こう。ややこしいな。これだけ押してるな。もう一個向こうに押してほしい。うん、よし、はい、これで、真ん中に乗った人がここ行って、こっち飛ばされて、こう切ってこうっていうルートができるんでね。これこの人だけ邪魔やな。ちょっとだけ実験してみます。真ん中の人が
歩く、飛ばされる、こっち戻ってくる、こっちでも飛ばされる、向こう側に到達。じゃあもうこれスイッチ係にしよう、そのまま。気にしたらどっちかっていうと、よし、はい、押した。長いな、むずいな。これで OK。 こっちは真ん中のボルトゴールキーに触って右に行って、登る登る、これコンベヤーの向きに従うのかな。あの、そうでしかない。できてるね。で、今度こっち。OK、で、真ん中の橋ができる。あ、ちょっと待って、ゴールディが。あ、ちょっと待って、上に行ける？からしか行けへん、もしかして。いけた。あ、落ちた。ちょっと待って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 、ゴールディに触れちゃう。待って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 、触るな触るな、ゴールディは触れるな。おっしゃおっしゃおっしゃ。群衆のね、扱いは大変なんで。あ、でもまあ、ちょびっとだけ行くか。はい。これだけ。まっすぐ。うん。ここスイッチ係ね。はい、よし。これでいける？スイッチ係。これで登った人。ん？あ、ちょっとあれか、人数が足りん。こうしとくか。急に消えたらちょっとめんどくさいな。これで群衆の管理は大変なんで、会社で落としとこう。こうしとこう。人が。違う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 、はい、ちょっとだけパシとこう、スイッチがかかり、よし、ほんでいいでしょう。で、上の人はもういなくなるよね。で、とりあえずじゃあこのゴールディ回収班を一回向かわしてみます。で、これそのまま行ってくれるよね、大丈夫だよね。変わる、こっち登る、 OK、 これは行ってくれた。はい、1人は OK、 こっちも行く、同じ要領でお願いします。あ、消えた、なんか。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って真ん中の橋が消える。まあいっか、ゴールディだけ先にもう回収しとこう。横はもういらないね、うん、ゴールディ3人は回収。あとはだから真ん中の橋をちょっと復活させて、開通させれば OK。してるな。真ん中でね、これ。よし。押した。もういい？多分押してくれるよね。出る。
あ、後ろ矢印が1個消えてる。大変やね、群衆の管理はもうね、でいい、いいはず。これがちょっとややこしくてね、まあ、必要なものを全部使うようにできてる。よし、で、あとは真ん中を開けたら3列、大丈夫なんじゃない、これで。なんかあのボールがさ、こう転がっていくおもちゃあるよね、上から。わーわー、はい、なあ、これはやりごたえありますね。パン、カートゥーン、はい、いろんな人が増えていくんですね。それで地球が出来上がるとか、そういうことね。ウォールディ増えたな。実験室で人々は、あ、実験室は人々で溢れ返っていた。巨大に成長したブルーコアが周囲を青く照らしていた。ほら、わかるかい？彼らの意識が互いに干渉し始めているだろう。そろそろいい頃合いだ。もう終わりとかやめてね。木は熟した。もうすぐ人間は次の段階へと進むだろう。その扉を開くのは君だ。さあ、僕の中に入ってきてごらん。うん、うわ、溢れてきた。ああ、何？ 3？ まだでもゴールディの数的には全然違うよね。目の前に新たな像が現れた。ブルーコア1個だけだね。素敵。